はい、どうも、花見です。では本日もテニゴやっていきます。で、前回遼河が終わった後に、まあ、やり直そうか、跡部さんが出るまでやり直そうかどうしようかって話をしたと思うんですけれども、まあいいかな、このまま進めちゃってもいいかなと思いまして。いや、だって見たいもん大鳥くんレベル3の1話目、ちょっとこれずっと気になってたんですよね。このダブルス部屋の話なだよね、このメンバーは。立花さんも見たいけど、立花さんも部屋の話かな。あれ、こういう部屋割りだったっけ、あれどうだっけでもちょっと大鳥くんを見たいんで、今日は大鳥くんやっていきますね。そろそろこのブロックを抜いていくゲームも飽きてきちゃったよね。ブロック、ジェンガ。大鳥、他に何かゲーム持ってないのジェンガのことかな。ジェンガって言うとちょっとなんか商標登録とかなんかに関わってくるから言えんのかなブロックを抜くゲーム、暇なんやな。すみません、今持ってるのはそれだけです。ジェンガ持ってきただけ偉いやん。今度100均に行った時に新しいのを見つけてきますよ。おお、最近好きなこと100均巡り。じゃあさ、今から行こうよ。え、何時なの今、夜でしょ。今からですか、俺は別に構いませんけど。なんか今夜じゃなかった、善は急げって言うじゃない。ほら、大石も獅子ども早く出かける準備してしてえ、俺も。みんなで行くんだ、ゲームを買いに。なんで俺もなんだよなんでみんな嫌がるんだよ。どうせ今日は予定なくて暇なんでしょ。みんなで遊ぶものなんだから、みんなで買いに行こう。いや、確かに確かに。獅子どさん、トランプなんてどうでしょうか。今夜なんだよね何度も言うけど、この合宿所の近く100均まであんの夜に行ける距離で100均があんの。そんなのありきたりすぎてつまんねえだろ、もっと面白そうなの探そうぜ。100均にどんだけ可能性見出してんだよ。もう100均すごいけど。すみません、お、悩まんななんだかんだ言ってノリノリだよね、シシドって。本当だねあんだけ出かけんの嫌がってたのに。おい、聞こえてるぞ菊丸、お前が強引に誘ったんだろでも今もう乗り気じゃんごめんたく、お、いいのがあるじゃねえか。 いいコンビだね、このダブルスペアたち。水鉄砲なんて買ってどうするのさ。うん、2対2で打ち合うに決まってるだろうが。冬だぞ今君たち11月でしょ、この私たちの世界線とほぼ変わらん期間で今合宿所にいるわけでしょ。寒いやん。それ面白そうです、獅子田さん。あ、夏かな今面白いだろうけど、部屋の中がびしょ濡れだよ。あ、部屋でやろうとしてんの。なら部屋の外で。いや、冬そんなことしたらどうなるかわかるだろう。え、どうなるんですか。どうなるのさ、大石。どうなるのさ、怒られるってのかい。いつの間にか全員が参加しての水鉄砲バトルに発展するに決まってるみんなやりたがるもんな、ここの人たち。枕投げとかもそうだったし水鉄砲やりたがりそうだな、みんな。枕投げの時の二の舞だよ。また一晩中廊下に正座したいのか。みんなしたの結局、正座みんなで。あれ、そういうことだったの。あの時は辛かったです。一晩中みんなやってたんだ次の日の練習に支障きたしただろうね。冗談だよ冗談、俺だって正座はもうごめんだぜ。え、みんなやったのかな、全員が全員がやったのかな、中学生。え、でも寝てた人は寝てたから、やっぱ参加した人だけだよね。もうちょっと平和かつ穏便なのを買おうよ水鉄砲ダメなのかな、外でやったら別に黒部怒らんくない。ほら、このミニボーリングなんてどうかな。何それ、ゴロゴロうるさいって文句が来そう。あ、え、どういう、ゴロゴロするほどうるさいの。それもそうか普通にボードゲーム買ったらいいやん。な、どうせなら2つ買おうぜ。うん、お互いのペアで一つずつ買って
どっちのゲームが面白かったか競うってのはどうだ。お、賢いやん、シシド。負けた方は罰として次回また別のゲームを買ってくる。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、面白いよそれ。いいねそれ、乗った。まあそれくらいの罰なら、うん、楽しいじゃん、ゲーム買えるしね。ナイスアイデアです。さすがですシシドさん大鳥はシシドの言うことならとりあえず何でも褒めるんだねめっちゃおもろいし、菊丸その通りだね真顔で言ってんだろうな菊丸。菊丸なかなかさ、なんか毒舌というかさ、辛辣な時あったりしなかなかビシッと言う時あるよね。面白いな。あ、いないね。夜やるのかな、やっぱゲームだから。部屋に帰って夜ダブルスペアの部屋でやるから、夜まで大鳥くんは出ないかもね。誰がいるかな。やったねやったね。あ、やってないね、ニオマサル。あー、実機密。あ、リリアデントクラウザーとか普通に気になるね。あ、ひとじゆうじ、これ視点の話かな。お、規定さんレベル4。レベル4面白いよな。考えた末にですね、白石蔵之介レベル4の1話目ちょっとこれやりたいと思います。メンバーがもう面白いもんね乾がいる時点でもう面白いやんやりましょうか。ああ、2人ともお疲れさん。レベル4はなんか他校とよく絡むから面白いんですよね。ああ、お疲れ。お疲れ。お疲れ様。いいデータが取れたよ。今どういうこと？練習してた？そりゃよかった。でも何のデータ取られてんのやろ。気になるわ。聞くか。練習してる？乾最近。ちゃんと自分の練習できてる？ああ、なんか怖いし遠慮しとく。ところで、俺は白石に聞きたいことがあるんだが。ん？なんや、またデータか？紅白対抗戦の時、奇襲をかけようとしていたのに財前に声をかけたのはどうしてだ。紅白対抗戦の話、うわあんま覚えてねえああん時のことか。あんま覚えてねえ、私が覚えてねえ。あんまり勝負いうんは勝つのも大事やけど、正々堂々と戦うのも大事やろ。そう、こう見えてうちも実力派ぞろいや。そんな奴らと珍しく敵として戦うんやから、せっかくなら堂々とやりたいと思うでな。蔵之介つい声かけてしもて。正々堂々か。あ、好きでしょ手塚そういうの。なるほど、それが白石の考え方。手塚はそういう男好きでしょ。仲間の強さ肌で感じておきたいやん。うわ、めっちゃいいな。クソ視点最高だな。同じチームでそばにおる奴らが強いからこそ自分も強くいられるんやから。いや、さすが全国ベスト4 2年連続でやる学校よいくらお笑いお笑いって言っとってもやっぱりね、根本が強いわこの視点法じゃ。やっぱり。ああ、その点については同感だ。いや、部長ってすごいね。もう部長ってこれ中学3年生ってこんな考え方できます強くいられる、強くなれるのは決して自分だけの力ではない。人生何回やってきた。周りの環境、仲間に支えられてこその強さだ。いや、素晴らしい。いや、こういう人間でありたいものよ。せや、お互いに刺激し合って高みに登っていくんや。すげえ、部長になるべくしてなった二人だな。それってめっちゃ素敵な連鎖やろ。いや、最高です。白石は考え方も模範的な完璧さだったと。メモんな、感動しとけ。いや、ほんま、何のデータ取ってんねん。え、これ乾必要でした。今の乾必要だったかな。わ、白石もいないやん。ファクト兄さんと鬼さんしかおらん。お、鬼さんレベル1。うわ、もう何してこうやって、もう連続で来てくんないかな。動画的にさ、連続で来てくれるのが一番ちょっと見やすいんですが。そんなん知らんがなって感じような、手に合成作人は。
いやーどうする、見とくか、アクト兄さんかオニさん。アクト兄さん見てもいいけど、リョウが友持ちはおるね。かオニさんね。レベル1か。オニさん好きなんよな。いやーどうすっぺ。いや、アクト兄さんやります考えた末、アクト兄さんをやります。いやもうごめんね、なんか動画がキャラがばらけちゃって。実家から荷物が届いたと聞いて見に来てみれば、まさか3箱もあるとは愛されてるね、実家から3箱も送ってくれるなんて。さすがにこれ全部一人では運べないな。え、どんだけでっかい段ボールなん。うわ、どうしたんすかこの荷物。すごいね、何くれたの実家。ああ想像以上に多くてね。え、一個一個運べばいいや。そもそもこんなところに置かれても困るって話なんだけど。届いたよとかさ、荷物届きましたとかはさ、何こなんか左に受付みたいなのがあるけど、そこら辺に置かれるんかな。運ぶの手伝います。どこに運ぶの、部屋。ありがとう。でもここでみんなに分けた方がいいかもしれないな。あ、何そういう系のやつ。分けられるものなんですか。ゆずだよ。ゆず。え、これ全部ですか。なんで母なぜゆずそんなに送った。俺がゆず好きだからって両親が送ってくれたんだけど、さすがにこの量はね母と父なぜ3箱も。お、いい香りするじゃねえか、ゆずか。お、オレンジちゃうけどどうですか。同じ柑橘類ですよ。まあね、柑橘系の香り好きだろ。少し持っていきなよ。どうすんの、ここのシェフに渡したらどうなの、このレストランのシェフに。サンキュー。とりあえず1個もらってくけど、また料理作ったら声かけてくれよ。料理作る。え、料理。え、シェフそのために取り寄せたんじゃねえのか。つかどう考えても業務用の量だろう。てっきり何か作るのかと思ったぜ。え、アクト兄さんの実家って何、ゆず農家とかそういう感じ、柑橘系農家でした。アクト兄さんってなんで今年豊作だったのかな。ここのレストランに寄付したらええやん。もう、なるほど、料理か。やめろ。よしそうしよう。やめとけ。アクト飯とかそういう系にすんなよ。まさか。いや知らんでしょこの時期、ももちゃん。あのアクト飯が爆誕したのはさ、あのビーチやから、あのナンパの王子様のビーチで初めてアクト飯は爆誕したから、まあ知らんしよ。料理好きのメンバーを集めてみんなに作ってもらおうかと思ったんだけど。立花を呼べ、立花を。不動峰の立花を呼べ。ですよね、絶対その方がいいですよなんで桃白滝氏アクトミシーをちょっと気配感じてんの。もう分かったよ、料理が得意な人に声をかけないと、ね、そうしろ誰がいいかな父と母に申し訳が立たんわ、変な風に使ったら。せっかく送ってくれた父と母にえ、ゆず農家でした。ゆず農家だっけ、どうでしたっけ。えよ、あー、いたいたいた、アクト兄さん、よかったです。まあ、この後部さんはね、もうすでに見たやつですね。アクト飯ちゃんと料理できる系じゃんよかった、メンツが。もうタカさんとさ、立花さんおったらまあ安牌でしょ。見ましょうか。じゃあみんな、ここにある柚子好きなだけ使ってくれていいかね。いや言うてここのシェフに渡せやここのシェフに渡せばいいじゃん。え、なんで選手たちで作ろうという話になって、ここのシェフに渡しちゃえばさ、その日の献立に使ってくれたりしん。ダメなシェフこんな立派な柚子を贅沢に使えるなんて腕が鳴るな。むずくない、柚子って。柚子湯ぐらい何に使えるの。俺は柚子のシャーベットを作るにゃ。あ、食後のデザートにみんなで食べようね。うわ、すごい、ありがとう。ゴーヤーと柚子で
とっておきの創作料理を披露しましょう。ゴーヤーとユズ、ほう。後でカイ君と平子場君にも食べさせましょうね。でも美味しそうだね。じゃあ俺は寿司を作ろうかな。酢の代わりにユズを使うとまた違った味わいになるから。おい、タカさんもう修行何年してきたんっていうレベルやんね。まだあれでしょ、握らせてもらってないんでしょ。なんかシャリ作る段階なんじゃなかった。まだ本格的な修行はされてないんですよね。いやでもすごいな、もうスキルが圧倒的じゃん。タカさん、タカさんモテるわ。みんな順調に料理を進めてくれているようだな。キッチンがユズの香りでいっぱいだ。すごい、ユズ農家かな。出来上がりが楽しみだ。うわー、いい匂いですね。確かにユズいい匂い。桃代は料理はしないのかい？しないですね、食べる専門です。まあ大概ね、そうよな。じゃあ今度アクト飯を作った時に試食を。それは遠慮します。もうアクト飯は何存在してんの？ここで読者はあのビーチで初めて知ったけどさ、君たちはあのビーチに行く前にもうすでに存在知っとったんかな、アクト飯。にぎやかじゃねえか。料理好きのやつって意外といるんだな。高校生はいないね、料理好きって。中学生ばっかやん。オレンジ添えのチキンソテーはねえか。今日はユズ尽くしだもんな。ユズでできんのかな、そういうのって。リクエストすれば作ってくれるんじゃないかな。ユズ添えになるけど。ユズ添え。じゃあ俺作りますよ。材料も揃ってますし。ね、ここのキッチンって作りたい放題な。シェフが揃えた材料とか使い放題な。ほらね。優しいな。楽しみにしてるぜ。チキンみんな分作んの？量がだけに作んの？あ、そうそう、先にユズのシロップ漬けを作っておいたので、よかったら食べてください。手際良すぎる。いつの間に。手際が最高すぎる。さすが俺のデータでも一番幅広いジャンルの料理を手掛けるとある立花。あ、そうなんだ。やはり間違っていなかったようだ。あ、やっぱそうだ。アクト兄さんのデータ内でも立花さんは一番料理上手なんかな。料理もテニスもやはりデータは嘘をつかないな。いや、じゃあお前のアクト飯どうなってんだよ。どういうことなんだよアクト飯。あのデータマンたち、データマンたちの料理どうなってんだよ。アクト、いるいる。行きましょうか、この流れで。おお、高校生が結構入ってきてる。キミちゃまとモーリジュザブで、リョーマも入ってきてる。試食の人たちかな。食べる専門の人かな。たくさん料理を作ってもらったけど、ユズはまだまだ余ってるな。どんだけスマリユズ使えんな。このままだと傷んでしまうし、どうしようか。父と母どうして送った。いっそのこと全部ユズ湯にしちまえばいいんじゃねえか。今食べてた。今もぐもぐしてた。今もぐもぐしてなかった。いっそのこと食べてんな。全部ゆず湯にしちまえばいいんじゃないか。食べてんな。なるほど、その手があったか。ああ、なら急いだ方がいいですよ。なんで？たまにバラボロになってたりするんで。ウケる。なんで勝手にバラボロにすんで、あの二人。アトメと水木さん、なんでだよ。ゆず湯もね、人によってはね、痒くなったりするから、それちゃんと許可取った方がいいよ。すぐ大浴場へ向かおう。アトメと水木。よし、まだアトメは来ていないようだな。先にゆずを入れてしまおう。戦うなここで。どんだけ要注意人物なんだアトメ。いろんな人から要注意されてんじゃん。入れてんな。なんかユズの匂いがする。まだアトムヤ来てないな。マジウケんだが。さすが越前、よく気づいたね。実は今日大浴場の一角をユズ湯にしたんだ。あ、いいね。ここまで匂うってすごい量じゃないですか。もったいないね。なんか逆にそれさ、ユズ湯にしたユズってもうどうしようもないよね。まあいいじゃないか。そんなにあるの？あなたんちどんだけユズあんの？
ん、京都寺ですか。あ、いえ違うと思います。ゆず湯やから。ゆず湯って冬至だったっけ。冬至の日に入るもんだっけ。冬至じゃなくてもゆず湯を楽しんでいいと思いますよ。うん、そういえば三谷くんのご実家から大量にゆずが届いたという話を聞きましたが。なるほど、そういうことですか。話早いな、みんな。とても風流ですね。私はゆず湯大賛成です。おお、きみちゃんはわかる、わかる。さすが君島さん、ゆずの良さをよくお分かりで。風流とかわかるんだな、まあ、リラックス効果はありそうやし、楽しませてもらいます。香りがいいよね。ああ、ごゆっくりどうぞ。みんなで楽しもう。なかなか好評のようだな。いいね。え、これで全部使ったんかな。冬至以外の日にゆず湯を用意したらどんな反応をするのか、他の人のデータも取ってみるか。そういうデータ、どういうデータ。冬至に関する、冬至じゃない、ゆず湯に関するデータって何。でもなんかすごい安全なお話だったね。アクト飯を披露するかなって思っちゃったけど、しなかったね。ゆず関係の方なのかな。さて今日はどんなデータ。予測以上の結果を得られたようだ。はい、アクト兄さんのお話終わりました。では今はあれだよね、大鳥くんと白石で、アクト兄さん終わったんで、まあ、白石と大鳥くんの話は現在進行中です。であとですね、今3日目朝になったんですけれども、やってない人ちょいちょいいらっしゃるね。おー、ちつきみつまた来てるね。よしはこれやったやつよね。ね、あ、ゆうたくん、ゆうたくん。ゆうたくんが何だってんだって感じだけど、ゆうたくん、あーけんや、ういー。いやー、じゃあ次回はこれどれかやって、で同時進行している白石と大鳥くん、これも同時でやっていきたいなと思います。で今日はお時間来てしまいましたので、これで終わりたいと思います。でよかったと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。